7 6トル四段砲 M1939 とはソビエト連邦が回 -22 野砲の後継として採用した四段野砲である。ソビエト連邦は赤軍の四段砲兵に配備させる新型の7 6トル野砲として回 -22 野砲を開発していたが重すぎるという不満が出ていた。そこで1937年には行革を45度までに 制限し、砲の重量が 1500kg を超えないような新型野砲の開発が開始された。1938年4月から5月にかけて運用試験が行われ、1939年に正式採用された。翌1940年には、より大口径の M-60107mm 手段砲が設計されたが、これは重量とコストが課題であったため、 ごく少数の生産に終わった。1941年に始まった大祖国戦争序盤の大敗で、ソ連軍は多くの 76mm ホ砲を失ったため、海 -22 ユス部は増産が急ピッチで行われたが、砲画の構造が複雑なために量産ペースが思うように上がらなかった。このため1942年には海 -22 ユス部の方針を、 ジスマイナスに5 7 m m 対戦車砲の砲がに、搭載したジスマイナス 376mm 野砲の生産が開始されると、海 -22 ユス部の生産は終了した。海 -22 ユス部は1939年の冬戦争で初めて実戦投入された。1941年からの大祖国戦争にも投入されたが、 序盤の劣勢時に多数がドイツに捕獲されている。残存法はその後も使用され続けたが、逐次実マイナス3に更新されていった。ドイツ軍は、数百門の回マイナス22ユス部を漏画し、7.62センチメートル回、計297の正式名を与えて採用した。フィンランドも少数を漏画したが、こちらは運用されることはなかった。対戦後は、東欧諸国や中国、 北朝鮮などに供与されたと思われる。ありがとうございます。